僕が生まれた時ぐらいから始めているので、すごくなんかエビモリと僕はちょうど同い年みたいな感じなんですけれど、うん、僕はちっちゃい頃だから3歳ぐらい、うん、もっとちっちゃい時来てるからエビモリに来ていて、すごくその時の記憶はもうないんですけれども、ママに抱っこされてたやはり お母さんが頑張って連れてきてくれて、それでやはり僕を連れてこようという気があってくれて、それすごく嬉しいなと思いました。木っていうのは時間をかけて成長していって、何年も何百年も生きていくものなので、すごい奥深いというか、だから昔の自分と触れ合えるというか、僕が生まれた時からエビ盛りをしているのもあるので、すごい自分と共に成長しているみたいな感じがあって、たくさん育ってやはり緑を取り戻したいなとは思います。とりあえず、まあ大きく育ってほしいっていうのはあります。